皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋からカスタマイズした車両を紹介します。紹介してくれるのは井村店長です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっと来ましたね。はい、遅くないですか？遅い？はい。もう名古屋店、愛知県といえば、ああそうね。レクサス。レクサス。はい。もっと早い段階で紹介したかったです。いやでも車をめちゃめちゃ待ったの。あ、そうなんですか。そう。でお客さん新車オーダーしましたと同時にホイール頼みました。でホイール去年来てます。車が来ない。で車が来なくて、でかつ車来ました。足がない。ちょっとなかなか。過程が長かったんで、その辺もご紹介していきたい。ちょっとようやく完成した感じ。ようやくですね。で、そして今回はこれ、はい、なんかあれやりました、これやりましたっていうよりかは、もう本当にちょっとこう手数で言ったら結構少ない。さらっと。はい。もう本当に足元ちょっと決めて、はい、もう少ない手数で本当にかっこよくなるんですよっていう。そうですね。はい。ちょっとそんなところをご紹介したいと思います。はい。でまず車がもう毎回恒例の新車お客さん乗る前にカスタムしたシリーズです。はい。はい、お客さん見てません。なんだ。原車を見ずに預かるっていう、はい、でもう改造しちゃうと、はい、で調べたらこれなんかボディカラーもオプションのカラーなんですね。あ、これね、はい、なんか最近赤が ねたまたまね、ヤリスといい LC といい ね、はい、まあ、しっかりオプションのボディカラーも選びつつ、はい、そして後で紹介しますけどルーフとか内装とか、はい、なんかオークとかっていうなんかちょっとベージュ系の、あ、そうそうそう、すごい綺麗な色です。なんかもう国産車のノリじゃないですよね。なんかそうね、なかなかね、ホロがまずベージュで国産車のオープンカーってまあね、ないイメージ。ベースがかっこいいですよね。もうベースがかっこいい、そうもはや。そしてこのボディカラーのチョイスと、うん、インテリアのカラーのチョイスと、やっぱりカスタムしていく上でそこって重要じゃないですか。重要だから必ずホイールの色も決めるときにもボディカラー何色ですかっていうのは絶対確認する事項だし、まあ、その全体的なイメージを作っていくにあたってやっぱり色っていうのはすごく重要かなと思います。やっぱりリセールとか考えちゃうと白黒シルバーのこう無難なところに行きがちですけど、やっぱりかっこいい車作るんであれば、うん、まあ多少ちょっと冒険する場合もあるかもしれないですけど、うん、ぜひちょっとこうインテリアのカラーと外装色はそうね、こだわりたいとこだわりたいと、まあ、新車じゃなきゃできないところだし。でそんな車をベースに今回もう本当に何もやってないという外装は、はい、何もやってません、はい、ペイントカスタムもしてないし、しません、しません、何もしてない、はい、はい、何をやったかというとこちらでございます。本当に足元だけ。じゃあホイールの説明よろしいでしょうか。はい、今回ホイールは、アナーキーの AN34 22インチになります。3ピースなんでセンターディスクとアウターリムとインナーリムの3ピースになってます。色はブラッシュドクリアのディスクにポリッシュリムっていう非常にドシンプルな感じのフィニッシュに仕上げてあります。フィニッシュ自体はもう本当に定番ですよね。ド定番、まあ、一番こうアメリカ鍛造ホイールイコールブラッシュドみたいな教科書通りというか、そうセオリー通りの組み立てで、だ今回そのボディカラーが赤だったんで、まあ選択肢としては僕の中ではまあブラッシュドか、まあ、ポリッシュか、だポリッシュだとちょっと派手すぎかなっていう、その車のキャラクターを考えた時に、なんで、まあ、ちょっとトーンを抑えたブラッシュドで、マットっていう選択肢もあんまりないので、グロスクリアっていうようなフィニッシュになってます。高級感がしっかり残ってる感じ、うん、そうですね。でこれデザインはこれはお客様の好みでというか、さあ、いつもその車を作っていくにあたってやっぱお客さんの好みもちろんあるけど、まあ、これどうですか、あれどうですか、これどうですかって、まあ、3パターンぐらい出して、その中から、まあ、これかなあれかなみたいな感じで決めていくんで、まあ、僕がこれがいいんじゃないかって言った部分もあるし、お客さんもああいいねみたいな話で今回の AN34 になりました。じゃあこう相談して一緒に作り上げて、そう一緒に作り上げて感じで、またこの結構ブレーキが見えるじゃないですか。そうね。デザイン、うん、でレクサスこのベルの形が大きいし、サイバーも大きいし、こうベルの形がかっこいいですよね。かっこいい。だから純正のブレーキでも全然こう見落としないというか。結構スカスカのホイール入れちゃうとこうブレーキが寂しくなっちゃうのがあるんですけど。そうですね。LC それがないですよね。ない。でもともと21インチ履いてるんで、まあ今回は22インチアップしてるとになってます。結構裏当てで LC ご紹介させていただいてるんで、こう21が定番、で22になっちゃうとちょっと頑張ってる感出るかなと思いきや、これが意外や意外、全然そんな感じなくスタイリッシュに履けちゃうという、そうすごく自然に、もともと LC 外形が大きいんで、多分 LC をこうかっこよくしよう、ホイール入れようっていう人たちは多分一番悩むところだと思います。21なのか22なのかで、22なんでだとしても、じゃあタイヤサイズいくつなのかっていうところがすごくこう微妙な難しい車なんで、今回は22でミシュランのタイヤを履かせてっていうようなセットアップにしました。もう全然本当に頑張ってる感がないんで、なんだったらもうタイヤさえあれば23も入っちゃいそうなぐらい。本当ね、23とか、タイヤさえあればね、全然余裕で入っちゃう車かなと思います。そして今回ちょっとセットアップもこだわりなんですよね。はい、ディーラーさん仲良し仕様、名付けて仲良し仕様これ斜めからもしくは前から見ていただけると多分分かると思うんですけど、いつもよりかなり引っ込んでるという、お客様からはビジネス仕様でお願いしますというふうに言われました。いわゆるこう30度50度クリアします。ディーラーにそのまま入れる仕様になってる。そうですね。はい。で、あんまりここは掘り下げちゃうとこうボケぞっちゃう感じじゃない。普段お前ら何作ってんだよってなっちゃうんで、こんな感じの。だから言っていただければ本当にいろんなセットアップができるということですね。そう。だから用途によってね、もちろんそのいつもみたいにこうピタッという感じもできるし、今回のように使い勝手のいいね、ある意味ディーラーさんにいつでも入れられますよっていうようなフィニッシュもオフセとかも可能です。本当に今回ミリ単位で4ミリでしたっけ。そういつもより4ミリ内側に入れてます。でリアはタイヤがちょっと引っ張ってるんで余計に見えるかなというふうに、その理想の出面にもうミリ単位で調整できるんで、その辺はどういうゴールを目指してるか言ってもらえば、そうですね、あらゆることができる。あともう一個ちょっと僕触れときたいのは、ピアスボルト、50/50 はこれはちょっとこだわりですか、やっぱり。そうね、やっぱりブラインドなくしちゃうのもちょっと寂しいし、全部出すのもちょっとガチャガチャしちゃうしっていうんで、大体多分うちの社員なんかみんなそうだと思うんだけど、大体 50/50 が多いかなと思います。ちょっと専門的な話になっちゃったんで、ちょっと改めて解説すると、このピアスボルトがこう出す出さない、半分出すっていう 3つ選択肢があるんですよね。で今回はもう半分だけ2個飛びでこう出してる感じです。だからこうベタっともしすぎないし、こう全部出した時みたいなこう賑やかさもないし、こう絶妙なところになってる。こんな足元、もう足元だけかっこいいですよね。かっこいい。やっぱりそのホイール単体で見ててもかっこいいなっていう、すごくデザインもシンプルなんだけど、そのなんだろう、センター周辺の削り込みを一段落としてるとか、そうなんですよね、こういうとことかで、あとはスポーク自体もそのリムに向かって細くなってたりとか、スポーク自体にさらに段がついて、そうなんですよね、こうよく見るとこの外側のところだけこう、そうね、そういうことをやることで余計にこう細く見える、シャープに見えるような作りになってるんで。パッと見すごいドシンプルで車高としてホイール入れただけっていう感じなんですけど、よくよく見るとちゃんと作り込まれてるっていうのは分かると思います。だ結構そのよく言うのは、そのアルミホイールじゃなくてっていう製品じゃなくて、アルミを使った作品っていう、本当にそんな感じですよね。そうね、そのどれだけ細かく誰も見てないかもしれないけど削ってるかっていうところがすごくホイールの表情、立体感だったり高級感だったりっていうのに重要になってくると思います。その足元になってると、そして後ろは、同様の22インチですけど、そうですね、フロント 10J リア 11.5J、 さすがにコンケーブがそうっすしてます。いい感じですね。そして今回このタイヤのチョイスもミシュランということで、そうやっぱりなんかね、最近すごくいろいろ思うんですよ、タイヤタイヤをね、すごく、いやもうすごい言いたいこといっぱいあるんだけど、言っちゃうとやられちゃうのが嫌だから、やる予定があるの。ああ、この組み合わせってそう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 だから言わないけど、やっぱりタイヤって重要。いや、めちゃめちゃ重要で、まあこれはもちろん個人的な好き好みがあるんで一概に何とも言えないですけど、やっぱり僕はミシュランが好き。デザイン的にとか、そう性能的にとか、いやいやデザイン的見た目。ああ、でも結構そのタイヤってこうこだわる人はこだわるんですけど、全然こだわらない人ってこだわらない。こだわらない。結構見た目違いますよね。全然違うよね。このサイドボールの形だったりだとか、いやもうここにこうミシュランって入ってるだけで、ああかっこいいみたいな。そこは今の時はそう思ったところ。サイドボールの形違ったりとか、あとこのリムガードで結構こう表情が違うじゃないですか。そう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 。だからなんかこう大雑把に説明しちゃうと、コンチは丸いタイヤで、でピレリは細いタイヤで、ミシュランは太いんだけど、なんだろう、このカクカクみたいな、カクカクっていうのがかっこいいな。そうですね。ちょっとこのサイドボールの寝方も立ち具合ね。そう、だからもうその辺まで計算してこう選ばないと、足元のそのキャラクターも変わってきちゃうし、もっと極端なこと言えばそのフェンダーに当たるとか当たらないとかっていうことにもつながっちゃうので、もうタイヤ選びも非常に重要。そうね、タイヤに逃がすっていう部分ももちろんやり方としてあるし、そして今回この高級品ミシュランという選択肢が、この LC コンバーのこのちょっと高級感といいでしょ、合ってる。そうだからここに何のタイヤを持ってくるか、まあ、もちろんタイヤのサイズがちょっと特殊なんで、何でもかんでも選択肢があるわけじゃないんだけど、ここでその、まあ、こういう赤い LC コンバーチブルにベージュのトップでアナーキーのブラッシュドを履いて、でそこにタイヤを何持ってくるかっていうところって結構重要かなと。うん、海外メーカーなのか国産メーカーなのか。そう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 。まあね、極端な話 BS とか、まあ再生ってないけど、そういうものも入れようと思えば入れられるかもしれないし、ホイールのサイズを変えればね。だからそこってすごく重要だし、何を持ってくるかで、例えば海外で、まあ、ある程度有名なショップさんが何軒かあると思うんだけど、その人たちは何のタイヤをセレクトしてるのかっていうところも非常に僕は気になるなっていう。この辺もじゃあこだわりたいところ。こだわりたい。例えばこれが激安タイヤとかだと、こう見る人が見たときに、あ、そこをちょっとタイヤケチっちゃったなっていうことにもなりかねないんで、やっぱり全部トータルで考えて、まあ足元メイクをすると。そうです。はい。こんな状態になってます。はい。あとは本当にノーマルなんで、何もいじってないという。何もいじってません。強いて言えばこのモデリスタエアロがついてる。はい。ただモデリスタのエアロがついてるのに。オーナーそこはちょっとやめましょう。そこはやめましょう。はい、エアロがついてるのにエアロを今度付け替えると外します。はい、はい、どういう経路でそうなってるのかちょっとわかんないですけど、はい、じゃあまだこれは進化する。そうだから第1弾が一応一旦完了しただけで、まあ、ここからまだもう少しやることはあるので、それはまあちょっと時間かかっちゃうんでね、一旦ここでご紹介したいなと思います。どちらにしてもそんなすごく派手にするわけじゃなくて、全く、はい、まあもう基本的にこれが完成形に近いような、はい、なんならむしろ地味になるかな。なるほど、うん、そんな車作りになるみたいな。はい、あとはもう車が本当にドシン車ということで、はい、ちょっと中ちらっとだけ見せていただきましょうか。はい、走行距離43キロなんですね。43キロ。はい、中がこれオークでしたっけ。これかっこいいですよね。これね、すごくめちゃくちゃいい色だと思う。本当になんかその表現として正しいかわからないですけど、輸入車に全然こう負けず劣らずというか、まあどっちが上とかね、どっちが下とかないんだろうけど、やっぱりその海外を見てるし、まあ輸出ももちろんしてるからね、そういう部分で言ったら、すごく品質の高い製品になってるなと思います。いや、レクサス本当いじるかっこいいですよ。かっこいいよね。車種的にやっぱりこう LS ってあんまり改造される方って少ないじゃないですか。LC ってやっぱりこう趣味性が強いんで、ボンドグループ各店でも結構入稿多かったりとか。そうね、そうね、浦和店なんかもすごく多い。本当ですよね。なんでぜひちょっと LC 盛り上がっていただきたい。はい、いただきたい。それじゃあ最後になりますけれども、もうレクサス各車種いろんなカスタマイズだったりだとか、はい、もちろんレクサスにしろ、トヨタにしろ、日産にしろ、まあ、つい先日もヤリスをご紹介させていただきました、はいはい、だから僕らがかっこいいと思う仕上げをさせていただくだけで、たまたま輸入車が多いというだけなんで、全然その国産車はやってませんとかいうわけではないので、レクサスも各車種、はい、さっきちょっと話が出ましたけど LFA を触りたい。 LFA ね、触りたい。でも LFA もうあれですよね、タイヤホイール変えた方がいいですよね。タイヤホイール変えた方がいいよ。ノーマル取っといた方がいいですね、絶対に。だ結構海外だと本当にハイパーカーとかはもう真っ先にこう変えるんですよね、傷つかないように。ノーマルを保管するためにね。保管のためにも LFA、はい、で知ってます、今度の1億円のやつトヨタ出すじゃないですか。あれなんかその購入者の条件になんか 2000GT か LFA を所有してるか知ったことがあるっていう。いやそれがなんかその どこまでなんていうんですか、その審査に影響するかわかんないですけど、ありますかっていう質問があるらしいですよ、その申し込みのところに。そうなんだ、はい、でもあの GR ヤリスを紹介したじゃない、あの GR の人から紹介していただいてありがとうございますって連絡来て、こちらこそなんかくださいって言ってた。本当ですか。次回じゃあ GR のなんか来てるかもしれないです。ちょっとだからあわよくば LFA 来ていただいて、そうね、タイヤホイール交換してかっこよくさせていただければと思います。そしてさらに言うんであれば、その1億円の50やつをちょっと見たい、見たい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はボンド長屋から LC500 コンバーチブルをご紹介させていただきました。ボンドチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。